昨日夕暮れ時の出雲大社神門通り、まもなく始まる神迎え神事を前に、こちらの神門通りではおもてなしの特別ライトアップが始まっています。旧暦の10月、出雲地方では全国の神々が集まることから神在月と言われています。観光客も多く訪れるため、夜の街歩きを楽しんでもらおうと、通りはおよそ60基の LED アンドンで照らされ、店も特別に夜間営業を行うなどしました。めっちゃ幻想的で、すごく綺麗です。すごい綺麗。そして午後7時、出雲大社から西におよそ1キロの稲佐の浜で、全国の神々を迎え入れる神迎え神事が始まりました。神職が祝詞をあげた後、神々を絹垣で覆い、神迎え祭が執り行われる出雲大社まで導きました。新型コロナのため神事は3年続けて一般参列者を入れずに行われましたが、遠目からでも一目見ようと多くの人が集まっていました。日本の神々がやはり年に一度ね、集まるというところがとても感慨深いなと思いますね。来年に向けていいご縁をつなげれたらなと思います。ここ来ればまたシャキッとできるから、お金も時間もかける価値がすごく自分にはあるとこだから。神在月の期間中、出雲大社では神在祭や縁結び大祭などが執り行われます。